アラン・ロイダ・フォーとディオンヌ家の5つ、5姉妹アラン・ロイダ・フォー、OBE は、カナダの3回。全員が幼児期以降まで成長した、世界最初の5つ子であるディオンヌ家の5つ5姉妹の、出産を手掛け、彼女たちの幼年期の保護者となったことで知られる。アラン・ロイダ・フォーは、カナダのオンタリオ州マドックにて、1883年5月29日に、シュウィリアム・アランダ・フォーの息子として出生した。 1909年1月に医師の訓練を始めるために、同州のキャランダーに居住地を移した。1934年5月28日に、リオンの家の5つ5姉妹の出産を手助けするために、呼ばれ、ごっこの赤ちゃんと母親、エルジールの全員を生存させることに成功した。ごっこ誕生のニュースはたちまち世界を駆け巡り、 ダフォー自身も一躍世界的に知られるセレブリティとなった。民間レベルでの五つ子の利己的利用を恐れたオンタリオ州政府は両親の親権を剥奪した後に新たに建設した病院内に五つ子を住まわせ、ダフォーを彼女たちの新たな保護責任者に任命した。物好きな一般人は五つ子に興味を持ち、その姿を見たいと考えた。五つ子の住む 特別保育所を取り囲むように、お土産店などの売店がその近くにオープンした。5つこの養育を任された、ダフォーは医療行為にあまり時間を割かなくなり、他人に仕事を任せるようになった。ダフォーは5つこの保護者としていくつものエンドースメント契約を交わし、各地を講演して回って、多額の講演料を受け取り、裕福な生活を送るようになった。 五つ子の養育と医療の功績が称えられ、打法は1935年9月に大英帝国勲章を授与された。五つ子が主演した3つの映画、五つ子、誕生、五つ子天国、ファイブ・オブ・ア・カインドでは、ジーン・ハー・ショルトが打法をモデルとしたジョン・ルーク医師を演じた。打法がこのシリーズの継続に反対したために、シリーズは3作で終了し、ドクター・クリスチャンが制作された。 フランス系カナダ人グループは、ダフォーを軽蔑し、1938年には、子供の最善の利益をないがしろにする意志として、彼らから多くの批判を受けることになった。1943年6月2日に、肺炎により死去、60歳没、トロント市内のパークローン墓地に埋葬された。5つこの両親が親権を取り返したのは、ダフォーの死から5ヶ月後のことである。 1994年制作のテレビ映画、ミリオンダラーベイビーズでは、打法はよく怒鳴り散らす、日和り見主義者として描かれている。ありがとうございます。